どうも皆さん、ヨソロ影丸と申します。今回もディズニーツイステッドワンダーランド実況プレイやっていこうかなと思います。というわけで、前回に引き続きプロローグの方をね、進めていこうかなと思います。4、困惑アムネシア。アムネシアってなんだ？というかあれなんでしょう、ストーリーって一つの章でどれぐらいあるんですかね。今回は多分プロローグっていう、まあ第0章的な立ち位置だとは思うんですけど、立ち位置っていうか、やはりない、位置づけ、何がない？世界地図どころか有史以来どこにもあなたの出身地の名前は見当たりません。え、東京ないですか？あなた本当にそこから来たんですか？めっちゃ疑われてる。嘘をついてるんじゃないでしょうね。私優しいのでは。どこ行ったの？こうなってくるとあなたが何らかのトラブルで別の惑星、惑星あるいは異世界から召集された可能性が出てきましたね。え、異世界転生ですか？ゼロから始めちゃう？今回の僕のこの実況プレイシリーズ、ちょうどゼロから始めるツイステッドワンダーランドって名前にしてるんですけど、リつけようかな最初に。宇宙人？異世界？じゃあちょっと、まあ僕にはね、異世界って言葉の方がちょっと聞き馴染みあるんで、異世界で。異世界？ここへ来る時に持っていたものなどは？え、身分証明になるような魔導者免許証とか靴の片方とか、見るからに手ぶらですけど。そもそも多分僕の国に魔導者は走ってないです。そういえば財布もスマホもない。見たまま手ぶらです。そういえば財布もスマホもない。困りましたね。スマホはこれ通じてんのかな。さっきうちの寮長が多分その大きくしたタブレット的なやつで話してたけど。魔法を使えないものをこの学園に置いておくわけにはいかない。え、しかし保護者に連絡もつかない無一文の若者を放り出すのは教育者として非常に胸が痛みます。優しかったり時に厳しかったり、いい教育者だな。私優しいので。あ、出た、言ったぞ出たね。どうやらこれが好きらしいぞ、彼は。これが口癖らしいね。そうだ。何？学園内に今は使われていない建物があります。はいはいはい。昔寮として使われていた建物なので、掃除すれば寝泊まりぐらいはできるはずです。え、寝泊まりするところすらも一緒にはできないの？そこであればしばらく宿として貸し出して差し上げましょう。あ、本当？あ、それは助かるわ。その間に。あなたが元いた場所に帰れる方法を探るのです。え、あれ、俺最初にさ、イデア君の手取ったからイグニハイド寮に入れるっていうわけではないのか。ああ、なんて優しいんでしょう私教育者の鏡ですね。あ、くそさっき俺も確かに似たようなこと言ったけど、自分の口から言われるとグッてなるな。では善は悔しいです。寮へ向かいましょう。少し分かりました。趣のある建物ですよ。あ、大丈夫です。僕日本出身なんでそういうの好きです。趣にはうるさいですよ、やっぱり和とかの国ですから、まあ、僕バリバリ東京で生まれて育ってるんで、そんな和に詳しくないんですけどね。わびさびとかよくわからないです。よろしくお願いします。お、オンボロ寮。オンボロかもしれないけど、オンボロ寮とは書かないでほしかったなじゃあプロローグ5、同室バリアス行きましょう。何バリアスって、何アムネシアって何だったの。よろしくお願いします。同室オンボロリオ、お願いします。これは趣がありすぎる、趣がありすぎる。そうでしょう、そうでしょう。そんな威張ることではない。中へどうぞ。はい、お邪魔します。ありがとうございますクローリーさん。おー、あまりにもオンボロ、オンボロとかで片付けていいやつかなこれ壊れかけじゃん。ここレイディオぐらい壊れかけ。とりあえず雨風はしのげるはずです。ま、でも窓もちょっと割れてたりしそうだけどね。私は調べ物に戻りますので適当に過ごしていてください。 ありがとうございます。学園内はうろうろしないように。はい。では、はい、ちょっと返事はちゃんとしてこう。みんな目上の人だから。はい。真っ白な埃が雪景色みたい。ポジティブだね。座るためにもまずは掃除をしよう。まあ掃除するか、いやポジティブに行こう。あら、雨が降ってきた。雨漏りぐらいしそうだけどな。雨が降ってきた言ってたら早速だ。てかアニメーション細かいね、すごい。急にひでえ雨だぞ。あれ、その声は、てか名前も出てるけど。
うん、びっくり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 。コウモリが水鉄砲食らったみたいな間抜けな顔してるんだぞ。あれ、首輪もない。どうしたのグリム。俺様の手にかかればもう一度学校に忍び込むことくらいちょろいちょろい。マジですごい実力だな。ちょっと外に放り出したくらいで俺様が入学を諦めると思ったら大間違いなんだぞ。やるね。どうしてそんなにこの学校に入りたいの。ケビンさん、ちょっとスタッフー、スタッフー、こらお前。ちょっと俺様の事情を聞いてやろうとかそういうのないんか。人間の風上にも置けない野郎だぞ。冗談冗談冗談じゃないですかグリムさん。周りに誰もいないの分かって言ってるに決まっとるやないの。話くらい聞くんだぞ。聞きます聞きます。な、な、どうしてそんなに、この学校に入りたいの。スタッフー、ケビンさん。あ、ごめんなさいごめんなさい。これドラクエの王様と同じやつですね。じゃあどうしてこんなにこの学校に入りたいの。単純な話なんだぞ。俺様が大魔法師になるべくして生を受けた天才だからなんだぞ。大魔法師ってさっきも言ってたね。この学園に入らないとなれないようなものなの。いつか黒い馬車が迎えに来るのを俺様はずっとずっと待ってた。なのに、なのに、ふん、闇の鏡も見る目がねえんだぞ。まあ確かに魔力は、その魔法力はすごかったよね。炎をバーってやって。だから俺様の方から来てやったってわけだ。いや、すごい根性だ。俺様を入学させないなんてこの世界の損失だってのに、人間どもは分かってねえんだぞ。にゃ、天井から雨漏りしてやがるんだぞ。やっぱりしてるじゃん。雨風しのいでないよ。また水が降ってきた。俺様のチャームポイントの耳の炎が消えちまう。それ消えるとどうなるんだろう。何箇所雨漏りしてるんだろう。バケツ探してこないと。うん、ちょっとバケツ探してこないと。こんな雨漏り魔法でパパーっと直しちまえばいいんだぞ。え、そんなのできんの。ってお前魔法使えねえのか。プープー、使えねえやつだぞ。くそ、魔法使えないことと単純にその役割が果たせない的な使えないとかけられてバカにされた。二重で悔しい。じゃあ手伝ってよ。いら、いや、ここは大人だから抑えて。じゃあ手伝ってよ。え、手伝いって。そうだ、君もここにいたいならそうしてくれ。いや、なかった。俺様はちょっと雨宿りしてるだけのタモンスターなんだぞ。タモンスター。他人って書いてタモンスターはちょっと無理あるから、普通にタモンスターって書けばいいんじゃないか。なんで他人って一回書いてルビー振ったんだ。ツナ缶も出ないのにただ働きするのはごめんなんだぞ。めちゃめちゃ猫じゃん。好物めちゃめちゃ猫じゃん。うわ、さらに雨漏りが。バケツを見てこよう。まあ、ちょっとここは早くバケツで対処しないと。オンボロ寮、廊下。いやー、ま、確かに趣はあるなー。雰囲気すごいあるね。何か出そうな雰囲気ね、まさしく。今何か物音がしたような、なんか出そうな雰囲気だ。あー、めっちゃカートゥーン的お化け出た。普通に出るじゃん、お化け。めちゃめちゃウケてる。そんなに面白いですか僕の顔。久しぶりのお客様だ。あ、存在自体にウケてた。腕が鳴るぜ。え、ボコボコにされんの。ギャー、出たー。何を大騒ぎしてんだ。お化けー。あ、怖いんだ普通に。ここに住んでた奴らは俺たちを怖がって、みんな出て行っちまった。あら、そうなの。アンパンマンみたいな顔して。俺たちずっと新しいゴースト仲間を探してたんだ。お前さん、どうだい。あら、そのジャイアンみたいな顔して。え、ゴースト仲間ってことは、え、あれかい、殺してお前も幽霊になれよみたいなやつか。助けて、殺される。めちゃめちゃビビり上がってる。大魔法師グリム様はお化けなんか怖くないんだぞ。お、あ、出た炎。やめて。オンボロ量がさらにオンボロに。どこ見てるんだ。こっちだこっちだ。ちくしょう、出たり消えたりするんじゃねえ。わ、すげえ。いや、でもグリムすごいね、その魔法。
このままじゃ火事になっちゃう。火が出るとき目閉じちゃってる。え、ちょっと、そういうなんかちょっとついてみる、その痛いとこ。うるせえ、俺様に指図するんじゃねえんだぞ。怒られちった。追い払えば、学園長を見返せるかも。勝利の暁にはツナ缶をプレゼント。ツナ缶への食いつきが気になる。7、俺様は天才なんだぞ。こんな奴ら一人でも。右の子細っ、対して左の子でかっ。お前らたくさんいて卑怯だぞ。お買い得な人手をご用意しております。今ならツナ缶もう一缶プレゼント。まあ、ちょっとここは自分を押しておこうか。俺もいるで。二人で手柄取ろうぜ。お化けがどこにいるか俺様に教えるんだぞ。なるほど、分担作業だ。任せて。左側に出た。さあもう早速行動で示していこう。あ、当たった。お、よし、この調子で全員追い出してやるんだぞ。いいね、連携プレーだ、連携プレー。行きましょう。ああ、レイヴンカレッジの。かっこいいですね、今のね。さて、メインストーリーを進めていくと、ストーリーに沿った様々な、あ、ごめん、間違えた。いろんな種類のリズミックでプレイをできます。はい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 。ノーツとバーが赤と青の2色の場合、青ノーツは画面の左半分、赤ノーツは右半分をタップしましょう。はあ、なるほど。通常ノーツの他に同時押しノーツが出現することがあります。同時押しノーツは同タイミングで左右2箇所をタップしましょう。なるほど。右と左から来る感じでね、コースでやっつけよう。イージー、ふなななな、ふなふな、かわいい。全然やってられないよ、イヒヒヒ。うう、おいお前、涙目かわいい。もっとでかい声で教えやがれ。全然聞こえねえんだぞ、俺の世界でかっ。内緒話なら俺たちにも入れてくれよ。ふな、来るんじゃねえ。かわいい。俺ゴーストの声好きだわ。あ、来た。あ、ポン。なるほど、ポン。はいはい、なるほどね。ポンで同時押しのパターンもあるわけだ。でもちゃんとこうやって分けてもらってる。あ、これ同時押しだ。なるほど、同時押しはちゃんとなんかこう分かりやすくマークが変わってますね。なんかこう単体で叩くときはこのなんかアタックマークみたいなのがついてるけど、両方同時押しの場合はなんかこう横線のほらほらピュンってこのなんて言ったらいいの、スラッシュ的な感じですね。 OK、 エクセレント。まあ、まだまだやっぱチュートリアルですね、プロローグだし。よっしゃ、やっぱり俺様は天才大魔法、大魔法師なんだぞ。グリム様の手にかかれば人間の指示なんてなくたって余裕だぞ。あ、痛い目見てほしい、ちょっと。ギャッハハハ、ふなー、かわいい。本当にかわいい。ぬいぐるみとか出てんのかな、買いたいな。ストラップでちょっとバッグにつけたいですよね。かわいい。さあ、ゲームスタート、行きましょう。来た。いや、細ゴースト、太ゴースト、細ゴースト、太ゴースト、細ゴースト、太ゴースト。出たゴーストの体型を言うじゃん。あ、チビゴースト、細ゴースト、太デカゴースト、あ、チビゴースト、ゴース、出たゴーストの特徴を言うだけでこう倒してるみたいになってるな今。そいつの特徴を読み上げたことによってダメージを与える特殊能力か。よし、オッケー、エクセレント。まあまあやっぱりイージーですからね。まだハードとかになってくるとちょっときついかもしれないけど、まあ、ノーマルぐらいまでだったら結構サクサクいけるかもね。すごい効いてるんだぞ。どうだ、見直した俺のこと。おい、お前次はどうすんだ。一気に畳みかけろって。分かったぞ。あ、かわいい。えばってる顔かわいい。自信満々だな。てかさ、今思ったけどこの青い炎さ、あとのこの特徴的に、あ、フィニッシュ終わりました。あのさ、チュートリアルで出てきたあのなんかおっきいさ、なんかモンスターいたじゃん、似てるよね、グリム。なんか関係あんのかな、耳とかなんか猫っぽかったし、あいつもなんか関係ありそうですね。後々分かっていくのかな、ストーリーで。そもそもグリムの目的は分かるけど、正体とかね、なんか出自とか何も知らないから、こっちは。さあ、特例トライアル、トライアル、トライアルするのか何かに、行ってみましょうか。さあ、ちょっと楽しすぎてどんどんサクサク読み進めちゃうな。オンボロ寮、寮化、寮化、寮に引っ張られたわ、廊下。さて、消されちまう、逃げろー。ゴーストもダメージ食らうと消えるんだな。あー、去っていく。またねー、また遊ぼう。あれ勝った、
やったね、グリム。すごかったよ、ありがとう。いや、ありがとう。はい。怖かい。あ、本音が。いや、全然怖くなかったんだぞ。出ない。かわいい。グリム様に言えばちょろいんだぞ。お、どうだ、お化け目。参ったか。いきなり大声で、わって今言いたいな。こんばんは。優しい私が夕食をお持ちしましたよ。クローリーさん。で、それは先ほど入学式で暴れたモンスター。追い出したはずなのになぜここに？俺様がお化け退治してやったんだぞ。感謝しろ。お、恩を売る作戦だ。ん？どういうことです？カッカクシカジカチデジカは数年前に完了しました。この寮にはいたずら好きのゴーストが住み着き、生徒たちが寄りつかなくなって無人寮になっていたのを忘れていました。大事なこと。しかしあなたたち二人で協力してゴーストたちを追い出してしまうとは。あら、これタイトルの特例ってもしかして。協力とは聞き捨てならねえんだぞ。いや、なんでだ、聞き捨てならなくないだろう。そいつはめちゃめちゃ協力したぞ。だけだったし、俺様はツナ缶が欲しくてやっただけだし。いや、さ、まあ、そんなこと言うんだ、グリム。へぇ、ツナ缶あげないけど、そんなこと言ってると。あ、俺様はまだツナ缶もらってねえぞ。お二人さん、ゴースト退治、もう一度見せてもらえます？え、ゴーストいないけど。でも、ゴーストは全部追い払っちまったんだぞ。うんうんうん。それより、ツナ缶。ゴースト役は私がします。え、私に勝てたらツナ缶を差し上げましょう。私優しいので。私優しいので。では変身役をごっくん。そんなことできんの？でも仮面は残っとる。で、ちょっと豪華、帽子が嫌なんだぞ。めんどくせえし、またこいつと一緒になんて。入学できるチャンスかもしれないよ。ツナ缶ゲットチャンスですよ、旦那。旦那、いいの揃えてますぜ。くね、これで最後なんだぞ。今度こそ絶対絶対ツナ缶よこすんだぞ。もう入学云々のこと忘れてるやん。ツナ缶に目を取られすぎて意識がそっちに行きすぎている。来た。今回のリズミック、4箇所のターゲットに対してノーツが4方向から出現します。青ノーツは左半分、赤ノーツは右半分をタップしましょう。オッケー。なるとさっきよりちょっと手数が増える感じですね。学園長の挑戦受けよう。オッケー。さあ、ゴーストに変身した私を退治するのです。遠慮なく攻撃してください。私怒ったりしません。私優しいので。オッケー。仕方ねえな、ちゃんと付き合ってる。あ、付き合ってるから後でちゃんとつながりこすんだぞ。では始めますよ。早いな、これ消えるの。オートだから。よし、お前あいつの場所をしっかり俺様に教えるんだぞ。あ、なるほど、これ場所を教えてるっていう設定であれなんだね。このリズミックをタップしてんだ。こっちだよって俺指示出してる形なんだ。ちゃんとしてるな、設定が。そりゃリズミックも楽しいわ。私4方向から来るな。可愛いね、っていうか。いや、てか、あれだな、おかしいな。全部同じ学園長のはずなのに体型はちゃんと変わるんすね。はい、はい、はい、はい。あ、これ、あれだな。イージーだとあれだけど、これハードになると普通に難しそうだ。あと結構俺グレード出しちゃってるわ。あれかな、取り込みのそのラグとかもあんのかな。いや、やめよう、ラグのせいにすんのとやめよう。多分俺の実力だわ。やりますね。ではもう少し難易度を上げるとしましょう。あら、そんな、めちゃくちゃ素晴らしくなりやがったぞ。さあ、私の動きを捉えることができますか。はやっ、うん、やってやるぞ。グリム様にかかれば簡単なんだぞ。行きましょう。ってことはこれ速さがちょっと速くなる。あ、ちょっと速くなったね。あ、来てる。ちょっと速くなった。よいしょ。これはでもあれだね、タイミングだけじゃなくてちゃんとこのマークも判断すれば、こう、あれ同乗しかな、それともこうトントンってこの連続かなっていうのも判断つくから、結構ちゃんと覚えてやれば慣れればすごい分かりやすそうですね。でも俺音ゲー苦手だからね。ハードとか、まあハードぐらいまでならまだなんとか。あー、やべえ、あ、初めてミスった。タップしたと思ったらできてなかった。俺ハードまでだったらギリいけたことあるけど、エキスパートを音ゲーでクリアしたことないんだよな。さあ、この数を一度に相手できますか。あれ、ちょっと待って、さっきの普通のゴーストいない。ふなななな、かわいい。ふななっていうのかわいいね。ちゃんと猫だもんな。おお、これは驚きました。はあ、はあ、全部やっつけたぞ。
おいお前、俺様使いが荒いぞ、もっと優しく使え、すまんって。敵も強いから。はい、クリアー、やったー。さあどうだ。ただ S、 あー SS だ。まあ、さあ序盤は SS でいけるか。でもちょっと初めてミスとグッドを出してしまいましたね。もっと鍛錬を積まなければ。やった、魔王石とか結構たまるな。あ、てかこれ一応プロローグとかクリアしたらガチャとか引けるんでしょうか。楽しみだ。これさ、一旦戻ったりとかできんの。あ、できないや。これは、あ、何をしても反応しない。やっぱ最初は基本的にプロローグ全部クリアしなきゃいけない感じか。引き込んでいくね、ゲームの世界に。では温情プリンシパルいきましょう。よろしくお願いします。さあ温情があるわけだね。オンボロ寮廊下、今度はちゃんと言いました。どうだ、まあ、だいぶ実力を見せれたんじゃないかこれ。なんと、まさかモンスターを従わせることができる人がいるなんて。あ、俺従わせたことになってんの。実は入学式騒動の時から私の教育者の勘が言っているんですよね。怪しい言い回し。本当か、今考えただろう。あなたには調教師や猛獣使い的な素質があるのではないかと。え、猛獣使い、悪くねえな。しかし、まあ、どう見てもこのか弱さは猛獣使いで猛獣にパックリとやれてしまう。もう何て言った今、おい、か弱そうとか猛獣使いでも猛獣うんぬんとか言ってたの今なんだ。グリムも一緒にこの寮に置いてもらうことはできませんか。グリムはこの学校に通いたがってるんです。ここはちょっとちゃんと食い下がりつつも一緒に置いてもらうぐらいの言い方にしとこう。なんですって、交渉的にね。モンスターを、はい、猛獣使いなんで、自分猛獣使いの素質あるんで。お願いします、自分猛獣使いの素質あるんで。またゴーストとか出ると怖いし、お願いします、シンプルお願い。仕方ありませんね。マジ、いいでしょう。いいの、本当か。しかし、はい、闇の鏡に選ばれなかった、しかもモンスターの入学を許可するわけにはいきません。あら、君についても元の世界へ戻るまでただ居候をさせるわけにはいかない。あらあら、なんだ、ぬか喜びだぞ。ぬか漬けだぞ。まあ話は最後まで聞きなさい。はい、あなたの魂を呼び寄せてしまったことに関しては、うん、闇の鏡を所有する学園にも責任の一端はある。はっ、そうだそうだ。無理やりちょっとこのままこじ開けるぞ。とりあえず当面の宿についてはここを無料でご提供します。ただやった。ですが、はい、衣食については自分で支払っていただかねばなりません。何、手ぶらのあなたが差し出せるものと言ったら。そうだ、こうしましょう。キャッ、何をする気なの。ごくり、一体何をさせられるんですか。ごくり、そんなに身構えなくても、学内整備などの雑用をこなしてもらうだけです。おお、いいね、もう普通になんか弁償みたいな感じだ。あなたは見たところ掃除の腕はなかなかのようですし。あ、確かにさっきも率先してバケツを探していたね。ひとまず二人一組で雑用係はいかがです。よかろう。そうすれば特別に学内に滞在することを許可して差し上げます。正直めちゃくちゃこっちの得が大きいからな、この交渉は。もちろん元の世界に帰るための情報集めや学習のために図書館の利用も許可しましょう。すごいこっちが得だ。優しいのでって言うだけはある。私優しいので、言った。そして言った。ただし仕事が終わってからですよ。はい。そんなの嫌なんだぞ。まバカ、置いてくれるって言ってんのに。俺様もあのかっけえ制服着て生徒になりたいんだぞ。裁縫で作ってあげるから。不満ならば結構、また外に放り出すだけです。ふな、分かった、やればいいんだろ、やれば。わかりました、仕方ない。まあわかりました、文句は言わない。よし、では二人とも明日からナイトレイブンカレッジの雑用係として励むように。はい、ピシッ、はい学園長、僕その任しっかりと
しかと胸に刻んで参らせていただきたいと思います。さあストーリークリア、え、ストーリークリア、あ、わ、今のストーリークリアか、普通に、あ、びっくりした終わったかと思いました、プロローグが。あ、結構続きますね。あ、待って、バトルパートがあるストーリーにはマジカルペンのマークが表示されます。バトルに備えて生徒を召喚しましょう。あ、本当だ、なんかペンみたいなの書いてある。あ、タップ、はい。え、待って、これガチャなのでは、え、ガチャなのでは、